こんにちは、春風美奈です。今日はですね、お手紙講座の狙いっていうことを話したいと思っています。何かっていうと、自分と仲良くなるっていうことなんですね。自分を最高の相談相手に仕立てるっていうのが狙いです。で、なんで手紙なのっていうのがあるわけじゃないですか。手紙の方がね、客観的に自分のことを把握することができる、伝えることができるんですよ。占い師にダダハマりした人ならわかると思うんですけれども、もうね、何回も相談内容を書いていくうちに自分で勝手に答え出せるようになってくるんですよ。もうわかるんですよ。問題の問いが出来上がった時点でもう答えなんか出たようなもんなんですよ、ほぼほぼ。問いが出たら答えが出るんだから。で、それでその問題を書く時のコツなんですけれども、具体的に書く。なんかね、舐めた人は私どうしたらいいですかみたいな言い方するかもしれないけど、そんな聞き方絶対にしないでほしいんですよ。自分の現状をしっかりと書いて、で、それでさらに自分はどういうことに悩んでいて、で、自分はこういう未来に行きたいんだっていうことを書いてもらいたいんですよ。例えば仕事で悩んでいる人だったらば、いや、私は例えば公務員でこういう仕事内容をしていて、で、上司がこういう人がいて、こういう人間関係ですごく悩んでいて、もうすごく辛いんです、困っているんです、どうアドバイスいただけませんかみたいな、そういう書き方すると思うんですよ。で、これね、書いてみ、ほんと簡単だから。この手紙を書くのは紙でもいいし、スマホでもいいです。メール機能で使ってください、ぜひ。スマホならメール機能を使って書く。ちゃんと神様へって、お世話になっておりますみたいな、何々ですみたいな。本当に手紙を書くルールに沿って書くのがおすすめです。私、一回っていうか過去何回かノートに書くっていう方法を取ったことがあるんですよ。でも、ノートに書くとね、手紙に書くっていう意識にならないからね、客観性がなかなか得られなかったんですね。私の場合だけどね。自分がノートに書く時の習慣があって、その習慣の癖が出ちゃうんですね。どういう習慣の癖かっていうと、自分の気持ちを吐き出す時に使うものとして私ノート使ってるので、相談するっていう体でノート書かないから、書いてる途中に吐き出すタイムに入っちゃって相談ができなくなっちゃうんですよ。相談の文が書きづらくなっちゃうから、ぜひ相談するっていうことを大事にして書いてもらいたいから、ノートが書きづらい人もいるかもしれません、私みたいに。なので、私の場合書きやすかったのはスマホの G メールで書くこと、あとは本当にもう100均でも売ってるじゃないですか、お手紙の便箋セット。あそこに向けて神様へって、お久しぶりですって言ってお手紙を書くって、それで何々よりって言って愛を込めてみたいな感じで書くといいですよ。ものすごくいいですよ、しっかりと。で、それがとっても私はおすすめです。うん。で、皆さんが気になっている、手紙書くっていうことは返事来るんでしょって思ってると思うんですけれども、はい、ちゃんと返事来ますよ。気持ち悪いけど返事来ますよ。聞こえる音が直感としてバシって入ってきたりする。あとはおみくじっていう形で回答が来たり、目の前にブワッて現れたりする。このどんな現象で現れてくるかっていうのはもうね、わからない。で、それで私前、波動を測る時にもやるんですけれども、分かりづらいっていう時には神様に言うんですよ。分かりづらい、もっと私に分かりやすいようにって、大声でもっと強烈に伝えてくれないと困りますっていう風に書くんですよ。いいですか。お願いするときに要望も伝えるんですよ、神様に向かって。この私が使ってる神様っていうのは、内神様のことですよ。なんか誰々神とかそういうことじゃなくて、自分の腹の中にいる神様に向かっての神様っていう言葉を使ってますよ。一人一人が神様であるっていう前提で私は、この配信をしています。何の話、一旦今日はここまでにしましょう。またお話ししたいと思います。ありがとうございました。春風美奈でした。バイバーイ。